合わせーのは甘さん、改めて見て、センターバックのファーストシューズ誰だと思いますか相手強くなった時のね、あのー、サリバーどうなるか分かんないですけど、でもこのままさ、補強とかもなかったらさ、全員ベストコンディションで揃ったら、右サイドバックに富ス入れて、ホワイトをアンカーにして、トーマスがジャカの位置やるとか面白そうですよね。ダブルボーナッ一角と一つ上がってってみたいな。だからあの、今のバルサでいう、決え的な役割になるのかなと思いますけどね。 結果的にやっぱ富安結構怪我するとか、誰がディフェンスライン怪我するとかあって、やっぱもう一番欲しいと思いますよね。まあそれはアルテタもそう絶対思ってるし、ただお金をこう、もう使える限度があるから、ジンチェンコに使って、ジェズに使ってってなってますからね。だから今は、エスターがティーレマース売りたがってる、ティーレマース回せなきたがってる他に競合相手がいなそうってなると、こう、もうちょっと時間経ったら、より一層値段を下げれるんじゃないかっていうふうになってるかなっていう。 もしか、秘密林とか交渉してるかみたいな。昔のアーセナだったら取らないんかいみたいなあれ言いそうだけど、今だとちゃんと取ってくれそうだよね。サカの控えタバレスだったのではないかと、マルセイドの生き生きしたから見て思いました。思ってしまいました。曜日のようなことがタバレスにも起きてくれたら嬉しいです。え、ってことはサイドハーフで使われたんですかねだとしたら嬉しいですよ。このチャンネルでずっとね、あの、タバレスは絶対サイドバックの選手じゃないっていう、ウィングバックかサイドハーフの選手だって話してましたもんね。ウィングなんだ。あ、そうなんだ。 えー、めっちゃ嬉しいな。それで活躍したのは。ほらね。<laughs> ほらね。<laughs> いや、絶対そうなんですよ。サイドバックじゃもうセンターバックの背中守んなきゃいけないから。ウィングバックも一応センターバックの背中守るんだけど、そうゴール前、ゴールエリアを守る守備が少なくなるから。いや、嬉しいね。